メイフラワー号300周年を記念した、キッてメイフラワー号は1620年11月21日、ケープコット先端に到着した。メイフラワー号は、ピルグリムファーザーズが1620年、イギリス南西部プリマスから、新天地アメリカの現在のマサチューセッツ州プリマスに渡った時の船の名。マサチューセッツ州プリマスは、プリマス植民地の中心地となった。 乗客は102名、乗組員は25から30名だった。メイフラワー号が出発したのは1620年9月16日で、病気に苦しめられた66日間の厳しい、後悔を経て、ケープコット先端の釣り針のようになっているところに、怒りを下ろしたのは11月21日のことだった。本来の目的地は、ハドソン川川口で、現在のニューヨーク市付近であり、 当時のイングランドのバージニア入植地の北端あたりだった。バージニア入植地は全米最初のイギリス人移民地で、これより13年を早い1607年に建設されたジェームズタウンから入植が始まった。しかし、メイフラワー号はコースを外れてしまい、冬が来たためにケープコット湾に泊まって越冬することになった。1621年3月31日、 冬の間船内で生き延びた乗客らはプリマスの岸まで移動し、メイフラワー号は同年4月15日にイングランドに向かって旅立った。メイフラワー号はその後のヨーロッパによるアメリカ植民地下のシンボルとして大きな位置を占めている。道号に乗っていた25から30名の乗員を除く1客102名のうちおよそ3分の1がイギリス国境界の迫害を受けた。 分離派に属していた。このピューリタンの被告教徒の一派が、心境の自由を求めてこの船に乗った。そのため、アメリカ合衆国にとって、メイフラワー号は、心境の自由の象徴であり、歴史の教科書で必ず触れられている。先祖がニューイングランド地方出身という、アメリカ人は、メイフラワー号の乗客の末裔だと信じていることが、よくある。 メイフラワー号の航海及びプリマス植民地についての主な記録としては後に同植民地の知事になったウィリアム・ブラッドフォードによるものがある。メイフラワー号は主に貨物船としてヨーロッパ各国とイングランドの間で貨物を運んでいた。少なくとも1609年から1622年まではクリストファー・ジョーンズ船長が指揮しており有名な大西洋横断航海も彼が指揮した。 母校は、ロンドンのロザーハイズ。有名な航会からイングランドに戻った後、1622年3月に、ジョーンズが死去し、その1年後の1623年には、ロザーハイズで解体された。その廃材を使って、バッキンガムシャーのジョーダンズというクエーカーの村のそばに、メイフラワーバーンが建てられたとも言われているが、疑わしい。船の寸法の詳細は不明だが、 重量が180トンだということと、当時の商船の典型的な大きさから全長約90から110フィート、全幅約25フィートと見積もられている。乗組員は25名から30名だったが、ピルグリムの一人でもあったジョン・アルデンも含めて5人しか名前がわかっていない。ウィリアム・ブラッドフォードによるメイフラワー号の航海の唯一の記録によれば、サウサンプトンで 村職人をしていたジョン・アルデンはメイフラワー号が補給のためにサウサンプトンに寄港した際に雇われた。希望と野心に満ちた若者でアメリカ到着後はそのまま残るか、メイフラワー号と共にイングランドに戻るかは本人の自由だったが、残って結婚した。サウサンプトンにあるメイフラワー号の記念碑もともとの計画では2隻の船で航海する予定だった。 もう一つの船は、スピードエルという、やや小型の船で、オランダのデルフスハーベーンから、ピルグリムの何人かをサウサンプトンまで運んだ。二隻の船は1620年8月15日に、サウサンプトンを出港したが、スピードエルは水漏れがひどくなり8月27日に、ダートマスで修理することになった。修理を終えて再び、大西洋に向けて出港したが、スピードエルで、 再び水漏れが発生して、プリマスに戻ることになった。しかし、スピードオエルを調べてもどこにも問題は見つからなかった。ピルグリ村は、動船の乗組員が1年近くに及ぶ、航海の契約から免れようと破壊活動したのではないかと考えた。結局、66日間の航海は、メイフラワー号単独で行われ、9月16日に、 プリマスのメイフラワーステップスあたりから出港した。2隻で予定されていた航海が1隻になったため、乗組員と102名の乗客は荷物のスペースが非常に制限されることになった。メイフラワー号はコーンウォールの入林に寄港して水を補給している。船内ではネズミ狩りのためアメリカンショートヘアを飼育していた。目的地は北バージニアのハドソン川川口付近だった。 しかし船は、好転でコースを外れ、目的地のバージニア入植地より、ずっと北方に向かってしまった。出発が遅れたため、彼らがケープコットに到達した時には、ニューイングランドの厳しい冬が始まっていた。ケープコットの南東の角を回って、入植を許された土地まで行くのは危険だったため、入植者らは、本来の目的地に到達できなくなった。 高秩序の確率と入植者間で増大しつつあった紛争を沈めるためメイフラワー号がケープコットの先端に怒りを下ろした11月21日以降に戦場で社会契約説に基づくメイフラワー制約を結んだ入植者らは最初に怒りを下ろした場所で上陸して雪で覆われた周辺を探検しアメリカ先住民の無人の村を発見した彼らが 人工的な塚を掘り起こしてみると、一部はトウモロコシを保存してあったが、他は墓だった。ナサニエル・フィルブリックによれば、彼らがトウモロコシを盗み墓を暴いて冒涜したことから、先住民との圧力が生じたという。さらにフィルブリックは、彼らが数週間かけて、プロビンスタウンから海岸沿いに南下して、イーストハム付近まで探検し、 先住民の貯蔵していたものを略奪したとしている。1620年12月、アメリカ先住民であるノーセット族との友好的とは言えない遭遇を経て、彼らが湾の対岸のプリマスへ移ることを決めた権威がフィルブリックによって描かれている。一方、ブラッドフォードのヒストリー・オブ・プリマス・プランテーションによれば、彼らはトウモロコシを見せるために少しだけ船に持ち帰ったとしている。 その後、必要な穀物を別の貯蔵穴から頂戴し、6ヶ月後に先住民に代価を支払ったとき、彼らは喜んでそれを受け取ったと記している。冬の間、乗客らはメイフラワー号の船内で過ごし、解決病、肺炎、結核などの病気が発生した。その冬を生き延びたのは約半数の53人で、乗組員も約半数が死んだ。 春になると彼らは海岸に小屋を建て、1621年3月31日に入植者らはメイフラワー号を離れた。1621年4月15日、メイフラワー号はプリマスからイングランドへと出港、5月16日に到着した。メイフラワー号がイングランドを離れた時、乗組員と102名の乗客が乗船していた。航海中に男子が1名生まれ、 二人目は1620年から1621年にかけての冬の間に生まれた。また、航海中に子供が一人死んだが、植民地建設中にさらに一人生まれている。乗客の中心はピルグディムファーザーズだが、他に生き残った乗客はイギリスからニューイングランド地方への最初の永久移民となった。1629年、二代目メイフラワー号が、 ロンドンからプリマス植民地に35人の乗客を届けた。その多くは1回目の航海計画にも関わったライデンの心境とたちである。これは最初の航海で使われたメイフラワー号とは異なる船だった。この時の航海は5月に出航し、プリマスには8月に到着した。この船はその後も1630年、1633年、 1634年、1639年に大西洋を往復している。1641年、ジョン・コール船長の指揮で、ロンドンからバージニア入植地に向けて140人の乗客を乗せて出港したが、行方不明になった。1642年10月18日、同船の喪失がイギリスで宣言された。メイフラワー2 0 0 5第二次世界大戦後、 エイフラワー号の航海を再現しようという動きが生まれた。海軍の設計手ウィリアム・エイ・ベーカーによりなるべく、オリジナルを忠実に再現した船が設計され、イングランドのデボンで1956年9月22日に浸水し、1957年春に出港。アラン・ビリエ船長指揮下、1957年6月13日にプリマスの港に到着し、 大歓迎された。この船は今もプリマスの港に係留されていて一般公開されている。ありがとうございます。